アップシャー軍はアメリカ合衆国テキサス州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は39,309人であり、2000年の35,291人から11.4%増加した。軍庁所在地はギルマーであり、同軍の中に地域全体が入っている都市としては人口最大である。アップシャー軍はロングビュー大都市圏に属し、 さらに、ロングビューマーシャル広域都市圏にも入っている。アップシャー軍は、ジョン・タイラー大統領の下で、アメリカ合衆国国務長官を務めた、エーベル・ピー・アップシャーにちなんで名付けられた。アップシャーは、海軍の艦船アセス・プリンストンの艦上で、爆発事故が起こった時に、新民海軍長官のトマス・ウォーカー・ギルマーと共に、爆死した。ギルマーは、ギルマー氏の名前のもとになった。 アップシャー軍からはミネオラ氏の弁護士、ブライアン・ヒューズを衆議会会員に送り出している。アップシャー軍となった場所には少なくとも1万年前から人類が住んでいた。カド族インディアンがこの地域に入ったが、1750年頃におそらくは薬病のためにいなくなった。後にはチェロキー族が入ったが、1839年には追い出された。 最初の白人入植者は1836年のアイザック・ムーディとされている。アップシャー軍はジョン・タイラー大統領の下でアメリカ合衆国国務長官を務めたエーブル・パッカー・アップシャーにちなんで名付けられた。アップシャー軍は末日聖徒イエス・キリスト教会が組織した州内最大の開拓地があるのが特徴である。1904年、教会の南西部州ミッションが ケルジーにコロニーを作った。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は593平方マイルであり、このうち陸地588平方マイル、水域は5平方マイルで、水域率は0.85%である。アップシャー軍調子以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ダラス軍の公共教育は、 夏季の独立教育学区が管轄している。ありがとうございます。